南宋里見八県殿、法隆閣薫陵陵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 は、極定馬金作の特本、南宋里見八県殿に登場する閣僚の建築物。作中の小川御所内に、殿川に面して築かれた三宋の物見櫓である。小川、八県殿原作における古川の表記。作中の文明十年六月、武蔵大塚村の豪子の子、犬塚信乃は、 小学坊足利重氏に、名刀村雨丸を献上するため小賀に赴もむく。この刀は、鎌倉久保家に伝わる長宝で、有機合戦の際に、金樹、大塚匠作の手を経てその子、大塚万作に委ねられ、万作は死に際してこの刀を篠に託したのだった。しかし、篠のの小賀行きは、おば夫婦の罠であり、村雨丸は事前に、 おじの手ですり替えられていた。古賀で、紫のすり替えに気づいたシノは、健上の場で弁明を、試みたが、関心、横堀財村に遮られて聞き入れられず、敵の患者として、久保岡の武士たちに襲われる。逃れるシノがたどり着いたのが放流閣の屋根の上であった。刀を手にしたシノは、星を寄せ付けなかったため、茂内は、取物の名人である、犬飼美八を、 獄者から解き放って、死のを捕らえさせることにする。三八は、もともと獄者の長であったが、火星に疑問を持ったため、職を解かれて、おさむごくされていた。三八も、死のと共に、剣士の縁に連なるものである。灼熱の放流格上で二人の剣士は相見え、取り手としての本文を守る三八は、十手で立ち向かう。ついで組打ちとなり、二人は組み合ったまま屋根の上から、 利根川に繋がれた船の上に転落する。そして物語の舞台は利根川の下流、下佐行徳に移る。義兄弟が互いを知らずに、功労の上で、相戦う。この下りは、八剣伝中屈指の名場面の一つとされてきた。八剣伝を舞台化した歌舞伎でも、放流閣の場は見せ場である。原作あるいは歌舞伎の、この場面に題材を取った浮世絵、錦絵も多く描かれている。 現在も伝統的な祭りの出汁の装飾にこの場面が使われることがある。梅に交流角という品種がある。八県伝の設定年代である室町時代後期、利根川は江戸湾に注いでいた。利根川当選事業を参照。ありがとうございます。